ねえ、ガッチャン先輩引っ越したんだって。会いたい会いたいよ。行く？行っちゃう？お茶でもしますか？しますね。壁紙かわいい。ここ選べるんだよ。へえ。彼女とかできてないです。よっ、ひどいな。なんかもう懐かしいわ。懐かしい。あの、恋するレオパレス勝ったら来年先輩と同じ町に住んでもいいですか？よね。受かったら一人暮らし。はじめ。絶対受かってやる。終了です。先輩？あれ、広瀬何してるの？あ、受験です。受かったらまた同じ学校ですね。この壁紙選べるんですよね。ほら、よく知ってるのね。え？うん、まあね。これは？ライフスティックといって、テレビで映画などいろんなコンテンツが見られるんです。映画？素敵な映画ですね。え？君も素敵だよ。ねえ、お母さん決めた。私ここに決めた。広瀬。先輩。もう大学慣れた？あ、まあ。一人暮らし始めたんです、レオパレスで。おお。あ、ねえ、今からスズンジ行ってもいい？え、あ、うん、いいけど。いいな、俺も行っていい？はい。え、何それ。とりあえずエアコン入れときました。おしゃれだな、この部屋。あ、壁紙選んだんですよ。いつか鈴の彼氏もここに来ちゃうのか。え、ちょっと広瀬、彼氏いるの？いません。じゃあ好きな人は？私飲み物買ってくる。すぐ戻るから。先輩、正直に言ってもいいですか？好きです。え？あ、好きなんですよね。あ、映画。お、映画？あ、このライフスティックで映画見られるんですよ。あ、一緒に見ませんか？恋するレオパレス。